はい、皆さんこんにちは、みことです。今日はですね、何についてお話ししていくかというと、学校の宿題についてお話ししていこうと思います。私は、ELL と理科で宿題が出るんですけど、今日はその出ている理科の宿題にどうやって取り組んでるか、そしてどんなものが出ているかについてお届けしようと思います。今回出た宿題がこんな感じになります。こうやってずらーって英語でいろいろ書いてあって、でこっちのページは自分で問題を解いていくっていう感じになってます。はい、でですね、いつも先生から宿題は出されるんですけど、それがいつも単元の始めのノートと一緒に配られるんですよ。だからまだ全然習ってない状態で宿題が出されます。でもその宿題って言っても先生が毎回集めるわけじゃないけど、まあ、やっといた方がいいからねっていう風に出されます。で、まあ、いつか集めるからっていう風に言われて宿題が出されるので、私はもうその配られた時に予習みたいな感じでしてます。この私の今の単元が科学なんですけど、科学のその単元の用語とかは難しくてわかんないので、まず英英辞書を使ってその言葉を調べます。英英辞書で調べて読んでもまあわかんない時はわかんないです。なので英英辞書で調べた後に日本語の英和辞典でその言葉について調べます。辞書で調べて、まあ単語の意味は理解するんですけど、でも一個一個の単語の意味とかもし全部調べてたらもう時間が全然足りないので、私はいつも今回のなんかトピックっていうのが How do you represent an ironic compound? っていう風に書いてあるので、その書いてあるものをいつも YouTube に英語でそのまま入力してます。で YouTube でその単元の内容をもちろん英語でその解説している人の動画を見ます。まあ、今回も調べてみたら、まあ、こんな感じでいっぱいずらーってあるんですけど、まあ、一番自分が見てこれ分かりやすいのかなっていうやつを見てます。I'm using this kind of weird version of the periodic table that I just wrote out. I left out a lot of the elements because they're not important for what we're doing here, and I thought they're kind of distracting. But don't be confused, this really is no different from the periodic table you probably have in your book. It's just that it's missing a lot of the elements. More lithium atoms, I can add more oxygen atoms, or I can add both of them until I get the charges balanced. I have two minus here and only one plus here. So what I'm going to do is I'm going to add another lithium atom, get the charges balanced. I have two lithiums and one oxide, one oxygen. Hi, 皆さんこんにちは、エリンです。今日はですね、みことちゃんから初めて、カナダでの宿題の様子についてお届けしてもらいました。懐かしいですね。私もですね、3年前、みことちゃんが習っていた同じようなその科学のですね、勉強していたのをよく、思い出しました。これですね、高校留学を考えている中高生の皆さんに、声を大にして伝えたいことがあります。それが何かって言いますと、今目の前にあるその中学校の課題だったり、高校の課題は、一生懸命手を抜かずにやってほしいです。中には僕私はもう高校留学することを決めたから高校受験のための勉強しなくていいとか、あと学校のですね成績は、カナダに留学する場合だったら最低でですね平均評定が3以上あれば留学できるから大丈夫だですね、余裕に思っている方、まあ、考えている方、いないでしょうか。私もですね3年前はその、一人だったんですけど、確かにですね高校留学を決めたら高校受験のための大量の暗記はしなくてもいいんですが、中学校でですね習う、内容だったりその課題っていうのはしっかり、理解しといてもらいたいんです。例えばですねカナダの BC 州のグレード10の理科の授業でですね科学の問題が、出ます。これはですね先ほどみことちゃんも紹介してくれたんですけど科学式の、単元になります。今中学生2年生だったり3年生の方は、やってるかと思うんですけど、化学式、例えばその炭素とか酸素の化学反応式を作りなさいっていう問題、ありますよね。今高校生の皆さん覚えてますでしょうか。例えば炭素は C で、化合なのでプラスって書いて、O2 イコールCO2 みたいな、どうやってその二酸化炭素が作られるかみたいな、話を作る
式を作る問題文なんですけど、こういうのがですね、カナダの高校でも習います。簡単なのは全然問題ないんですけど、例えばですね、この複雑のを覚えてますでしょうか？水素とですね、酸素の化学反応式を、書きなさいと言われたとき、私も理科の専門ではないので、詳しく説明ということはできないんですけど、ざっくり、いきたいと思います。ですね、反応前と反応後の化学式をまず書くじゃないですか。例えば H2 が水素だったら酸素が O2 で、そこでプラス書いてイコールを書いて H2O みたいな。で、このままでは答えではなくて、右と左で原子の数を揃えていけないので、H2 の前になんか2を付け足してこっちのバランスを考えるから、こっちのその H2O の方にも最初の方に2を付け足してバランスを整えるみたいな、もう文章をですね、とりあえずまとめて式を完成させるっていう問題なんですけど、これですね、嫌いな方多いと思います。他にもいろいろ問題あるんですけど、カナダでもこれを習います。もちろんですね、日本で習うことがすべてカナダやその海外の高校で習うこととも限らないんですけど、数学とか理科っていうのは世界共通、なので、基本的にですね、似たような問題がよく出てきます。留学当初はですね、英語で授業を受けて、その内容をですね、英語で理解するのすごく苦労するのに、もしですね、その化学式とか内容を知らなかった場合ですね、本当にその言語の壁と、それプラス内容を理解するというですね、壁が2つに同時にやってくるんですね。私自身もですね、高校留学2年目からはその物理だったりとか数学の授業で、日本では習ったことのない内容を、授業で受けたり課題をですね、こなしていってたんですけど、高校1年生の時は本当に日本で習ったようなその数学の内容だったりとか、あと理科の内容をリピートしているって感じだったので、新しいことを吸収するというよりかは、その習って今まで来たことを英語で勉強するという、ことをしていました。なので、確かにすごく英語の壁あって、友達とかいろいろ悩んでたんですけど、それでもですね、日本でのそのベースがあったから、海外に来てもですね、英語でどうにか乗り越えていけたということが3年前ありました。なので、高校留学を考えている中高生の皆さん、日本で習う学校の勉強を手を抜いていると、高校留学をした時にですね、人一倍まあ努力をしたりとか、またですね、同じような内容を一から学び直さないとですね、ちょっと大きな壁にぶつかる可能性があります。なのでですね、今、目の前にある課題、そしてですね、それプラスアルファの英語の勉強をして、高校留学の準備を、していってもらいたいなと思います。この動画の内容以外にも、もっと個人的な相談をしたいという方は、ぜひ LINE アットからメッセージを送ってくださいね。留学パパと娘のエリンが無料でお答えしますよ。メッセージを送るときは、皆さんの今の状況、例えばどういう高校留学がしたいとか、家族での話し合いの様子など、少し皆さんのことが分かる情報をもらえたら、より具体的なアドバイスができるので、ぜひご協力をお願いします。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!